リッツェンドルフは1978年5月1日の市町村合併でドイツ連邦共和国バイエルン州オーバーフランケン行政管区のバンベルク郡に創生された町村。リッツェンドルフとその地区の大部分はエレルンタールに位置している。そこはバンベルク郡で最も高いガイスベルクとシュタムベルクを含む森に覆われた高原である。この町は公式には8つの地区からなる。 各集落とその人口は以下の通り、リッツェンドルフという名前の由来は明らかでない。スラブ語のライコあるいは、ゲルマン語のリトッセルが語源ではないかと推測されている。メロビング長やカロリング長の時代、おそらくフランク人か、スラブ人がこの村を作った頃、エレルンタールはまだ森で覆われていた。リッツェンドルフの名前が初めて文献に現れるのは、1129年で、 バンベルク司教、オットーの文書中に、アゴス本理神道府として言及されている。このアゴスとは、バンベルク司教制オットーに侵入する貴族で、裁判官兼行政官を務めた。リッツェンドルフは、この後、バンベルク司教本部領となり、1803年の帝国代表社会議主要決議で、バイエルン領となった。この地区の人口は、九百七十年千五百七人。 1987年、4825人、2000年、5907人であった。2005年6月30日現在の人口は、6179人。金字と青字で左右に分かれる。左半分は、銀の斜め体に赤い爪や舌を見せる黒い獅子。右半分は鼻当てのある銀の兜。バンベルクの獅子は、リッツェンドルーフが、 バンベルク司教本部領であったことを示す。カブトは12世紀頃リッツェンドルフを治めた下級貴族を示している。ティー・フェン・エレルン、ローンドルフ、リッツェンドルフをめぐるフランケン彫刻の象形は1994年に設けられエレルンタールの風景に合わせて彫刻を展示している。フランケン歌手連盟の死者、戦死者のための歌手の記念碑は1963年に メルケンドルフ地区の高台に築かれた。記念碑は12本の配列された石灰岩の円柱と祭壇を模した石棺から構成されている。記念碑の中には歌手連盟に所属する、かつては12、現在は13の歌手サークルの死者名簿が収められている。連鉄製の祭壇の翼には、ラテン語でモートゥーヒービビムースと刻まれている。 山椒乙女の洞窟は、新石器時代の遺跡である。出土品は、新石器時代以後ほとんどすべての文明が洞窟を利用してきたことを示す証拠となっている。名前は、ここで女性の遺体が多く発見されたことに由来する。リッツェンドルフからガイスフェルトへ向かう街道筋に、ケルト時代初期の墳墓がある。墳墓群は周りを森で完全に囲まれている。 墓球の直径は8メートルから25メートルまで様々な大きさがある。19世紀の発掘で、青銅器時代や鉄器時代初期の出土品が見つかっている。リッツェンドルフの教区教会と主任主催カンバロック様式の聖ベンツェスラウス教区教会は建築家ヨハン・ディーツェンホーファーによって1715年から1718年に建造された。 金色に輝く含む鉄砂岩の角石材を用いて建設されている。ボヘミア港にして聖人のベンツェスラウスを教会の守護聖人に選んだのは司教領主ラムブレヒトフォン・ブルムの時代に遡る。ラムブレヒトはプラハの宮廷でカール4世の政治顧問を務め、その息子ベンツェルの大臣職を務めた。1406年にリッツェンドルフの主任司祭に就任し、 現存する5階建ての塔を新設した。17世紀の終わりには建物の破損がひどくなったが修復がためらわれていた。1702年に主任司祭に就任したヨハン・クリストフ・ラインハルトはこの問題に取り組み格別な成果を上げた。バンベルクの宮廷建築家ヨハン・ディーツェンホーファーが塔に素晴らしい長堂を増築したのだった。ありがとうございます。